ちょっと今休憩中でーす。今日は後半戦だよ。こんにちは、ももかでーす。ごちゃんに学んでよかったんだ。はい、ごめんなさい。ということで皆さん、昨日の動画を見ていただけたでしょうか。あの新企画ということで0605世代が絶対共感する話ということで、インスタグラムの方で募集させていただいたネタたちをねご紹介させてもらったんですけども、それが本当は1本にする予定だったのがだいぶ長くなっちゃったので、もう前半戦と後半戦で分けようということで、今回後半戦でございます。なのでまだ前半戦見てないって方は前半戦を見ていただいてからの方が面白いかなと思いますので、はい、ぜひお願いします。まあ、全部紹介したい気持ちは山々なんですけども、ちょっとね本当皆さんありがたいことにいっぱい応募いただいたので、ちょっと私が選抜で選ばせていただいたものを今回は紹介します。それでは行ってみようということで、まずねこれだいぶこれ来てたやつなんですけど、プロフィール帳ですね。これだいぶやってたんじゃない？今の小学生やってなさそうだよね。小学生の頃と中学生の頃にプロフィール帳書いてもらったなーとかね。プロフィール帳とか交換日記。交換日記とかやりがち。あ、そうだ。プロフィール帳と交換日記もそうだね。交換日記とか小学校の時やってたけど、最後のページになった人が次の買わなきゃいけないルール。これも超わかるし。あと、交換日記めっちゃやってた。鍵付けのやつ。わかる。もう鍵付きのしか硬いよね、あれね。交換日記めっちゃやってたね。でも今思ったら誰があのノートさ、やろうって言い出す子が持ってきたのかな。あれめっちゃ面白いよね。でもいつかあれでしょ、誰かしらが回さなくなって今誰ってなるやつね。懐かしい。友達とプロフィール帳交換し合ってたとか、先生と他の友達にバレないように交換日記をする。あとはプロフ帳とか。そう、このプロフ帳と交換日記すごい多かったです。交換日記もやってたんだけど、私はどっちかというとプロフ帳めっちゃやってて、なんと今回我が家あります。しかも今回今日の動画のために買ったわけじゃなく、私が本当に小3小4ぐらいにガチで使ってたやつ、私残ってるんです。こちら、バッババーン。これ残ってんのすごくない？うちでもこれ未だに捨てれなくてさ、定期的に見ちゃうのよ。じゃーん。私が持ったのはこちらの2種類。先代こっちかな？こっちが先なんだよね、多分。これね、こういうやつ。中見えるか、見せるか。あ、見せれる。中ちなみにこんな感じで。謎の、これはこの付箋、このメモ帳は関係ないんですけど。このシールと、あとこういう感じのやつね。みんな見たことあるでしょ、これね。さあ、裏表で書くやつね。なんか私の第一印象をどう思ったとかさ、すごいずうずうしい話をさ。これとあと新しくなくなったから、こっちの BFF。え？ BFB なんだこれ。ベストフレンドブック。なるほどね。BFF はベストフレンドフォーエバーでしょ。これね、ちょっとなんか学校の黒板的なやつのね、こういうデザイン。これ超可愛いんだけど、こっちもやってたんだけど、全部なんかうちが多分書いてもらったやつを、こっちでまとめてますね、これ。さっき見た感じ。それでね、すごいのがもう本当にうちちゃんと残してて、誰のとかも全部ね、残ってんのよ。だから気をつけた方がいいですよ、私に。全員ね、なんか普通に住所とか書いちゃってる子いるので気をつけた方がいいですよ。はい。普通に考えてさ、これ、何個人情報の塊持ってるから、怖すぎる。まあ、ぶっちゃけね、結構ありがちなのは、その、住所とか名前、郵便番号はめんどくさくてみんなこうバッテンしてがちなんですけど、稀に本当に書いてくれてる子がいるので、ありますね。で、うちめちゃめちゃ可愛いことしてて、なんかね、見たらわかるんだけど、この欄に1個だけ付箋がついてんの、ここに。付箋っていうかシールがついてて、なんだろう、このマークって思ったのね。で見たら、なんと当時のスキピが書いてくれたプロフ帳にこの印をつけてました。自分めっちゃ可愛い。今ここにスキピのやつ残ってんだけど、当時ね好きだった子ね、可愛いよ自分。何してんの、超可愛いんだけど。可愛いことしてんじゃん、懐かしいな。ほんとめちゃめちゃ残ってますね。なんなら今でも仲いい子のやつも残ってるし。さっきこれ久々に見て友達に送りましたね。分厚さでね、わかると思うけど、一応私、ちゃんと本当に友達のところを取るって。皆さん、私一応この分厚さの友達います。はい。まあ、っていうことは、うちのプロフィール帳もどっかにこう、散乱してるということなので、見つけたらラッキー。
あとは、うちもこれすごい、久々に聞いた、これ今聞かなかったらね、一生思い出さなかったって思ったのが、オルちゃん。オルちゃん的なって言ってるんだけど、オルちゃん超流行ったよね。オルちゃんって韓国で言う美人みたいな意味だったよね、確かね。オルちゃんとか、白黒写真 T シャツ爆流行り、ラブトキとかね。めっちゃ上がる、白黒ここに写真載ってるやつね。あとレインボーのガチャベルト。とか、パステルカラーのやつとか、ウィゴーもね、すーごい流行ってたね。懐かしい。あと、これ、だいぶ多かったです、これも。レインボールームね。これ、名前だけ聞いたら、何それ、なんだっけ？なんかでも聞いたことあんなって思うんですけど、これ。全員、あーってなってますね、同じ世代の人は。そう、このなんかね、輪ゴム、ちっちゃい輪ゴムみたいなのをさ、こうやって編んでさ、こうなんか、ブレスレットにしてる子とかさ、ネックレスにしてる子とかいっぱいいたよね。うちあれね、一時期買ったことあったけど、うち苦手すぎて、めちゃめちゃ苦手なタイプでした。うまく作れないタイプだった。あれ難しいね。レインボールーム作って腕につけたらかっこいいと思ってたとかね。レインボールーム、ゴムで作るアクセサリーみたいなのとか。レインボールームよく自分で作ったやつを友達とかにあげてましたとか。懐かしい。うちも結構レインボールームもらってたな、なんか作って。なんかね、ミサンガみたいなのあるね。レインボールーム足につけるみたいな。あと、これ、匂い玉。超懐かしい匂い玉。まあ、うちは匂い玉っていうより香り玉って呼んでたかな。そう、なんか謎のつぶつぶの匂いがついてるつぶつぶね、あれね。マジあれなんだろう、なんかさ、よくさ、ちょっとなんか匂い玉持ってる女の子はイケてるみたいなところあってさ、なんか友達とかさ、匂い玉持ってる子いんだよ。なんか謎の匂い玉単品で持ってる子がいんの。その子とかにこうやって、ちょっとちょうだい匂い玉ってもらってさ、この胸ポケとかに入れてさ、香水の香りみたいなさ。一応香水つけてますみたいな気分にしてたね、こうやって胸ポケに入れて。匂い玉集めてたの死ぬとかさ、匂い玉とか。あと匂い玉鼻に詰まった経験ある子いがちって書いてる子いるけど。めっちゃわかるよ。匂い玉でなんか鼻に詰まっちゃったって言ってくる子やたらいるよね。あとなんか私がよく見るのは、匂い玉は匂い玉でも鉛筆のキャップの先に匂い玉ついてるやつね。キャップの先にちょっと匂い玉が詰まってる、こうやって。蓋外せて、匂い玉取り出せるんだけど、キャップついてるやつとかもすごい流行ってた。あと、なんなら匂い玉じゃなくて、ちっちゃいミニ消しゴムがこのキャップの上の部分に入ってたりするのもあったよね。いやー、キャップすごいいろんなのあったな。なんかジュースの形だったりとか、懐かしい。あと、まあ、これはもう私たち世代ならではだと思ったんですけど、スライムとスクイーズ一生作ってたね。はい。スクイーズ世代ですから、私たちは本当に。まさに、まあ、私、ももかはちょうどスクイーズ世代を駆け抜けていましたというか、マジで本当に、スクイーズの時代にちょっと知名度上がってきた、みたいな時でしたから、本当スクイーズ世代はね、残ってますね、頭に。もう原宿とかやばかったよね、本当特にブルームとかやばかったね、モッシュ。この、ちょっと右曲がって奥地に行ったらモッシュみたいな。もうモッシュ行けたらもうだいぶ大御所みたいな気持ちありましたもん。なんかモッシュ行ったら結構生きれるみたいな。でもほんとね、ブルームも高い。ほんとに。スクイーズ高い、ほんとに。もう最初はすごい柔らかくて可愛いって感じだったけど、どんどんブランドとか出てきてさ、カフェドエヌとかさ、ブルームモッシュとかさ、キーブル。やばい。忘れてきている。どうしよう。めちゃめちゃ忘れてきている。もう一時期スクイーズ博士だったからさ、もうそことかスクイーズ飾ってさ、こちらはどこどこの何々のなんとか新作ですね、みたいなさ、やってたんだけどな。なんかキーブルみたいになかった、なんか。忘れちゃった。でもさ、すごいなんか、低反発なものほど、低反発で匂いがついてるものほど高級っていう節ありましたね。久々に触りたいなって思うんだけど、うちほとんどあげちゃってさ、今ないんですよ。ガチャガチャとクレーンゲームしてスクイーズとスライム集めてた。今となっては処分の仕方に困る。めっちゃわかる。スクイーズね、むずいよね。なんか、ギュッてしたらちっちゃくなりそうだけど、ギュッてしてもスポンジだから戻ってくるからね、結局。意外と幅取るしね。スクイーズ一生触ってた、交換もした。懐かしい。スクイーズめっちゃ交換してたわ、友達と一緒に。なんかスクイーズ交換会ですってさ、これお願いしますって言って、あーこれはじゃあこの2個とならいいですよみたいな、あじゃあ大丈夫ですみたいな、次じゃあこれお願い、これとこれ交換してほしいです、あこれですか、もうちょっとあと1個なんか追加してくれたらいいですよみたいな、あじゃあこれでお願いします、はい交換みたいな感じの、めっちゃやってたね。懐かしい。うち何が好きだ、でもなんか水のぐじゅぐじゅ系っていうよりは、じゃあスポンジのこういうやつが好きだね。こうね。触り方でわかるよね。この素人か苦労とかどうか。こうやって触る子は素人なの。こうやって握りつぶすように触っちゃう子は素人。でも、もう ASMR できるかなんだろうよ。
これはクロートです。あとスライムの触り方も結構出る。これは素人。これはクロートっていう感じですね。これも結構友達とかとも話してて、みんなスライムって言ったらもう大体みんなっていうこの動きしますね、これ。スライムめっちゃ作ってたな、懐かしい。はい、ということで後半戦以上となりますけども、だいぶね、私的に後半戦の中で一番うわー懐かしいって思ったのはプロフィール帳ですね。うち結構やっぱプロフィール帳とか、前半戦で私のシール帳も見せたんですけど、プロフィール帳とかシール帳は結構捨てれなくて長持ちしておりますね。はい、ということで以上となります。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は前半戦と後半戦2日間にわたって0605世代が絶対共感する話ということで募集したものを紹介しました。いかがだったでしょうか。いやもうね、まあ、今回は0605が絶対に共感する、まあ、かっこ小学生の時のあるあるみたいな感じの募集だったんですけども、もうだいぶね結構もういろいろ書いてくださって、しかもねその中でも見てて全員もうめちゃめちゃ共感できるというか、わーもうこれ見たことあるみたいなさ、これはもう見たことあるわみたいな写真とかもすごい出てきてさ、めちゃめちゃね楽しかったし、なんか親近感がすごい湧きましたね。仲間めっちゃいるみたいな。あと他にもこれめっちゃ流行ったよねとか、私たちが共感できるようなやつとかもあったらコメント欄に書いてくれたらめっちゃ盛り上がります。あとこれ思ったのが、多分コラボの時、同世代の子とコラボする時とかにやってもねすごい盛り上がるなって思いました。なのでまたそういう機会があったら募集すると思うので、そのためにちょっと皆さん温めておいてください。お願いします。はい、皆様本当にたくさんありがとうございました。それでは皆さんバイバーイ。一期一会。